第9回スーパーボールは1975年1月12日にルイジアナ州ニューオーリンズのチューレインスタジアムで行われた9回目のスーパーボール。AFC チャンピオンであるピッツバーグスティーラーズと NFC チャンピオンであるミネソタバイキングスの対戦。スティーラーズがバイキングスを16から6で破って初のスーパーボール制覇を果たした。MVP は スティーラーズのランニングバックであるフランコ・ハリスが受賞した。スティーラーズは10勝3敗1分でシーズンを終えた。プレシーズンゲームで活躍した黒人 QB、ジョー・ギリアムが開幕から先発した。第7週のアトランタ・ファルコンズ戦でテリー・ブラッド賞が先発に復帰したが、第9週のシンシナティ・ベンガルズ戦でパス35回中13回成功、140ヤード、1インターセプト、 td パスなしに終わり、第10周にはテリー・ハンラッティが先発 q b となった。この試合で、ハンラッティはパス15回中2回成功、3インターセプトと散々な成績だったものの、ディフェンスが3インターセプト、4ファンブルリカバーを上げて、勝利、翌週からはブラッドショーが先発した。スーパーボール3連覇を狙うマヤミドルフィンズは、プレーオフで、オークランドレーダースと対戦。 第4球に、新人 RB、ベニー・マローンの TD ランで勝ち越したが、試合終了間際、ケンス・テイブラーから3人のディフェンス選手に囲まれた、クラレンス・デイビスへの TD パスが決まり、レーダースが28から26で勝利した。スティーラーズは、オーシンプソンを49ヤードに抑えて、バッファロー・ビルズを32から14で破り、レーダースのラン攻撃を21回で29ヤードに、 抑える一方、フランコ・ハリスの 2TD ランなどで24から13と勝利、スーパーボール初出場を果たした。バイキングスは、セントルイス・カージナルスを30から14、ロサンゼルス・ラムズを14から10で破り2年連続となる、スーパーボール出場を果たした。スティールカーテンと呼ばれるスティーラーズ・ディフェンスと、パープル・ピープル、イーターズと呼ばれる、 ミネソタ・バイキングスディフェンスの活躍で前半は、スティーラーズのドワイト・ホワイトが、エンドゾーンで、フランター・ケントンをダウンさせて奪ったセーフティによる2点のみしか、得点が入らなかった。後半に入りフランコ・ハリスの TD で、スティーラーズが9から0とリードを広げたがバイキングスは、パントブロックからのリカバー TD、トライフォーポイントは失敗し、9から6となった。 3点差に詰め寄られたスティーラーズは、ラリー・ブラウンへの TD パスが決まり16から6と、リードを広げ勝利した。ハーフタイム中に、毛皮のコートを着た、サンドラ・セックストンが、警備員のタックルを振り切り、ビキニ姿でフィールドを横断した。ありがとうございます。